はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、名もなきファラオです。さあ本日なんですが、皆さんはマジシャンオブカオスという儀式モンスターご存知でしょうか。あの今日のデッキはですね、あのロマン爆発しましてですね、あのブラックマジシャンデッキですね、マジシャンオブカオスというね、あの史上最強の儀式モンスターをぶち込んだ儀式ぶっ込みブラマジデッキと、なっております。あの先日ですね、私あの儀式フェスティバルというね、あの儀式モンスターを活躍させましょうっていうあの大会を、まあ、生放送したんですけれども、まあ、そちらの大会で、のように、まあ、調整用に組んでいた、まあ、僕はいつも出ないので、あのメンバーの対戦相手として、まあ、結構デュエルすることが多いんですけども、まあ、その時に使用したこの最強の儀式ぶっ込みブラマジがめちゃめちゃロマン爆発して楽しかったんで、ご紹介していきたいと思っております。まあ、ランク戦とかで、勝つようなデッキじゃないんですよ。もちろん回れば勝てますけどね。回れば勝てますけれども、まあ、その、環境デッキと渡り合えるかと言われると微妙ですけれども、まあ、エンジョイ対戦ということで見ていただければと思います。このマジシャンオブカオスは何をするかっていうとですね、フィールド墓地で存在する限り、ブラックマジシャンとして扱えるという効果を持ってるんですよ。まあ、要するに、ブラックマジシャンになれます。墓地かフィールドでは。はい。まあ、デッキと手札ではなれないから、例えば、まあ、黒の魔導陣とかでサーチできなかったりとか、あと、なんだ、あのデッキから、なんかその持ってこれたりするような、まあ、こいつとかで持ってこれたりするようなことはできないんですけれども、一旦に一度、魔法トラップカードの効果が発動すると、フィールドのカードを一番対象にとって、そのカードを破壊すると。これがね、まあ、じゃあ3番の効果今回は関係なくて使わないんですけども、これ2番の効果が結構強くて、これ何が起きるかっていうと、魔法トラップカードの効果にチェーンしてなんか破壊できるんですよ。これ、ブラックマジシャンって、魔導陣が発動されていると、ブラックマジシャンが出た時にね、相手のカードを1枚除外できるっていう効果あるじゃないですか。これね、マジシャンオブカオスを魔導陣下で出した場合、相手のカードをこれで除外しながら、マジシャンオブカオスの効果で1枚破壊するっていう、こいつ出しただけで2枚除去するっていうね、これコンボができるんですよ。これがね、めちゃめちゃ楽しいので、まあ、今回はこのギミックをぶち込んできました。はい。それ以外はね、普通のブラックマジシャンです。普通のブラックマジシャン。まあ、何回も何回もデッキにしてるんで、もういいよっていう方もいらっしゃると思いますけれども、基本的には、魔導陣を張っておいてから、永遠の魂をセットし、永遠の魂で、ブラックマジシャンを特殊召喚していくっていう、まあ、それで相手のカードを除去していきながら、戦っていくっていう、まあ、そういうデッキになりますね、基本的には。で、まあ、ブラックマジシャンを使って、まあ、融合したりとか、あと、まあ、儀式したりとかっていうことをしていくんですけども、マジシャンオブカオスを出していくための儀式魔法として、儀式魔法がサーチできるんですよ、これ、マジシャンスロットで、カオスフォーム、例えばね、これブラックマジシャンを、墓地から除外するかなんかすると儀式召喚できたりするんですけど、これブラックマジシャンって名前記されてるんで、まあ、ロットでサーチできますよと。で、この黒魔術の秘技っていうカード、これね、融合も儀式もどっちもできるっていう速攻魔法なんですけども、これもブラックマジシャンで書いてあるんで、マジシャンスロットでもサーチできると。でしかも魔導陣でも追ってこれるし、それから、まあ、魂の下でデッキトップに送っていくこともできると、まあ、これがね非常に強い、うん、ブラックマジシャンって融合も儀式も両方ともできるんで結構得意なんで、まあ、エクシーズももちろん得意ですけど、なんでいろんなねエクストラモンスター使えるんですよね。まあ、例えばティマイオスのマナコで出してこれる、まあ、竜騎士ブラックマジシャンとか、それから、まあ、レベル7、2体並べれば、簡単に出せる、クロマ同士とか、それから、まあ、闇属性2体で作れる、ミナレ魔女とか、まあ、この辺のモンスターをね、全部活躍させれるんで、非常にね、素晴らしいデッキとなっております。ロマン爆発してますんで、ぜひね、対戦ご覧いただきましょう。デュエル、スタンバイ。我が名は、アテム。ブラマジ来すぎー。ブラックマジシャン来すぎなんだよね。ブラックマジシャン3枚もいらないよ。手札に。ふざけんなよ。あ、そういえば、イリュージョンオブカオス早く来てほしいですね。とりあえず、これは魔導陣で人格していくしかないんじゃないですか。魔導陣で人格していきましょう。で、魔導陣を発動していく。で、魔導陣の効果。あー、何もできないか、これ。何もできないんだよな。魂のしもべは、ブラックマジシャンが。いないと実質サーチにはなんないから、セットするしかないか。これやったところ何も意味ないんだよな。まあ、こうしかないかな。まあ、こうしかないですね。これあれですね、陣じゃなくて、一応安全策行くんだったらサルベーションなんですけど、上振れ狙うんだったら陣なんですよね。これ結構難しくて、ブラックマジシャンって意外とデスガイド OK。
デスガイド OK、 マーサイの選手 OK、 あ強そうだね。でレベル3時代かな、ケルビーニ OK、 ケルビーニ、マーサイの選手 OK、 マーサイの選手でこれ何送るんだ。マーサイの選手は墓地を送られた場合に悪魔族を墓地に送れる効果を持っている。あトリックデーモン、へえなるほど、トリックデーモン、あデーモンにも儀式モンスターいましたね、そういえばね。はい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 、いましたね、謎のモンスター、デーモンの降臨とかいう謎の儀式モンスターね。で、あ、魔人道さんね、オッケー、魔人道さんセット、はいはい、リバーするとあくまずくモンスター墓地を送れるやつね、はいオッケー、いいでしょう。で高等儀式、なるほどなるほどなるほど、これは計らずともあれですね、あの闇遊戯 vs 闇遊戯みたいな側面はありますね。出たデーモンの降臨、こいつ何する人だ。戦闘では破壊、儀式モンスター以外のモンスターとの戦闘で破壊されず、儀式モンスター以外のモンスターの効果で破壊される。なるほどね、要は儀式モンスターでどうにかしろってことね。オッケー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 、マジシャンズロットもぶっ殺される、ケルビーにもぶっ殺される、いいだろう。これでトップに何を置いたらいいんだろうな。まあとりあえず魂のしもべエンドフェイス発動するわ。魂のしもべの効果を発動、魂のしもべの効果によりデッキトップに何らかのブラックマジシャン関連カードを置くことができる。これサルベーションくせえな。マジシャンズロットあるから、まあ、とりあえずサルベーション聞いて、でロットで儀式持ってきたらいいんじゃないか。一旦杖召喚していくよ。杖効果発動、杖の効果によりブラックマジシャン系の名前が記されているマジックトラップカードを1枚手札に加えることができる。そして俺は速攻魔法黒魔術の秘技発動、黒魔術の秘技によってレベル5系が儀式召喚するモンスターと同じになるようにブラックマジシャンをリリースし、現れろマジシャンオブカオス。このモンスターはフィールド墓地に存在する限りブラックマジシャンとして扱う、つまり黒の老人の効果発動、黒の老人の効果によりデーモンの降臨を除外し、さらに魔法トラップカードが発動した場合マジシャンオブカオスの効果によりフィールド上のモンスター一体を選択し破壊することができる。俺が魔導陣マジシャンオブカオスによる2枚除去コンボ、強すぎる。これがやりたかったんだ俺は、これがやりたかった。そしてマジシャンサルベーションの効果を発動、マジシャンサルベーションの効果により永遠の魂をセット。そして墓地に存在する魂の呪文の効果発動、ブラックマジシャンが存在するためカードを1枚取ろう、幻想の見習い魔導士を、ブラックマジシャンを捨てる特殊召喚、そして幻想の見習い魔導士の効果発動、特殊召喚成功した場合ブラックマジシャンを手札に1枚加えることができる。ワンキルは取れなそうですね。バトルフェイスだ、行けマジシャンズロットの攻撃、杖で叩き回る攻撃、そして幻想の見習い魔導士でダイレクト叩く、さらにブラックマジックもどき、これは強いぞ。ちなみに魔導陣とマジシャンオブカオスの効果によって相手ターンに1枚除外して1枚破壊するコンボはね、これ毎回使います。強くないですか。これは毎回毎回相手のカードを1枚除外して1枚破壊するっていうコンボをこれで成立してるんですよ。これ最強ですこれ。さあどうする、どうする、この最強盤面を崩すことはできるかな。融合破兵、いいだろう。融合破兵の効果は別にこれ通すしかない。融合破兵ってこれ何すんだこれ。融合モンスターしか出さなくなるぞ。デーモンの権限、何、デーモンの召喚を召喚、何やばい、相手も闇属性だからこれ見習いマジはあんま関係ねえ。マサイの戦士、なるほど、融合、ほう、融合いいよ、融合は別にいいや。さあ融合で何を融合してくるんだい。デーモンの権限かな、トリックデーモンとデーモンの召喚で融合召喚、出たデーモンの権限強い。そしてトリックデーモンの効果、トリックデーモンの効果でデーモンと仲間が書かれているカードを、手札に加えることができる、いいだろう。出たーデーモンの呼び声、来たバトルフェイス、よろしい。永遠の魂の効果を発動、永遠の魂の効果により墓地で存在するブラックマジシャン、または手札に存在するブラックマジシャンを1体選び、
フォックス召喚することができる。そしてその効果に遅延し、マジシャンオブカオスの効果発動。マジシャンオブカオスはマジッククラップカードが発動した場合、相手フィールドのカードを1枚を破壊することができる。そして栄養の魂の効果によりブラックマジシャンを特殊召喚。そしてブラックマジシャンが特殊召喚に成功した場合、黒の魔導陣の効果発動。黒の魔導陣の効果により相手のフィールド上のカード1枚を、あー、オッケー、それはいいよ。黒の魔導陣の効果により相手のデーモンの権限をゲームより除外していく。そしてさらにさらにマジサンズロットの効果、ブラックマジシャンをリリースし、このモンスターを手札に回収していく。強い。さすが名もなきファラオ。さすがアテム。相手手も足も出てないぜ。これ実質闇遊戯 VS 闇遊戯みたいなとこありますからね。ああ出た魔人道、いいだろう。まあ魔人道が一生リバースすることはないということだけは言っておこう。この一生一枚除外一枚破壊コンボ強くない？これ俺のターン、ドロー、黒の魔導士。なるほど。まずは永遠の魂の効果を発動すぎて、永遠の魂の効果によって手札または墓地に存在するブラックマジシャン1体を特殊召喚できる。さらにその効果に遅延し、ブラックマジシャンの効果発動、まあ、ブラックマジシャンというかブラックマジシャンもどきというかマジシャンオブカオスの効果により相手フィールド上のカードを1枚を破壊し、そして永遠の魂の効果により現れろブラックマジシャン。そしてブラックマジシャンが特殊召喚に成功した場合、黒の魔導陣の効果発動。黒の魔導陣の効果により相手のフィールド上のモンスター1体をゲームから除外していく。これが毎ターン二除去コンボバトル、いけブラックマジック。これがアテム最強コンボだぜ。対戦ありがとうございました。あー反動はね、竜イーストの時は強いんですよ。あのブラックマジシャンってちょっと特殊なデッキで、あのモンスターはあんま強くなくて、基本的にはあーまあまあ強いロットとかあのソウルズはいるんだけど、これはカオスソルジャーデッキですね。またアテム VS アテムじゃん。このリュウイーストの時結構強いんですよ、ブラックマジシャンって結構ね。まあ割とこのまあ魔導陣で何めくれるかみたいなのがあるんだけど、まあ最悪しもべでブラックマジシャンをデッキトップに置けば魔導陣で持ってこれるんで、まあなんとかなるかなといったところ。まあただこれ高校なのでちょっとあれかな。まあ一回合金から入ってもいいが、しもべでドローできないのはちょっと嫌だな。あーハンデスハンデスキツ、ハンデスキツ、ハンデスキッツ。まあ一旦金剣から入りましょうか。まあ金剣と魂のしもべの相性はちなみにそんなに良くないです。そんなにね。勇気の6枚除外、そして6枚除外したことにより俺はできた。あサルベーションは一応返ってくる。あーソウルズいいじゃん、ソウルズいいじゃん。これソウルズめっちゃ強いですね。あーまあソウルズかな。まあソウルズ持っていきましょう。じゃあ皆さん知ってます？マジシャン、ブラックマジシャンの本体の攻撃力っていくつか知ってます？マジシャンズロットが1600で、で、ローブが確かなんか800とかしかないんで、なんかブラックマジシャンなんか本体のなんか攻撃力はなんか300だか400だかっていうなんか計算が出てるらしいですよ。そして魔導陣の効果に遅延し、魂のしもべを打つことによってデッキトップに好きなカードを置くことができる。これによってまあサルベーションか、サルベーションをデッキトップに置かせてもらうぜ。そして魔導陣の効果によりデッキトップ3枚をめくり、その中のブラックマジシャン系のマジックトラップカードを1枚を手札に加えていく。よし、でこれはまっとうでもいい。そして俺はマジシャンズソウルズの効果を発動。マジシャンズソウルズの効果によりこのカードを墓地に送ることによってブラックマジシャンを墓地に送り、ここまでがコスト、ブラックマジシャンを特殊召喚するという効果、現れろブラックマジシャン。そしてブラックマジシャンが特殊召喚に成功した場合、黒の魔導陣の効果を発動。黒の魔導陣の効果により相手のフィールド上のカードを1枚を選択し、そのカードをゲームから除外する。さらに俺はマジックカードティマイオスのマナコを発動。ティマイオスのマナコの効果によりブラックマジシャン1体を融合サイトし融合召喚、現れろ竜騎士ブラックマジシャン、かっこ元祖乗っただけ融合。そして、一応サルベーションも発動しようか。サルベーションの効果により
俺はデッキより永遠の魂をセットしていく。ちなみに竜騎士ブラックマジシャンが存在する場合、自身のマジックトラップカードはカードの効果の対象にならず、カードの効果では破壊されない。つまりマジックトラップカードが全て呼吸と化しているというわけさ。これで相手のハーピーの晴れ儲やライトニングストームといったカードの効果は全て受け付けない。もちろんトロイメアユニコーンやトロイメアフェニックスといった対象を取るカードの効果も受け付けない。ちなみに竜騎士ブラックマジシャンはフィールド上に存在する場合、ブラックマジシャンとして扱うため、永遠の魂の効果により何の効果も受けないゲロヤバ爆弾モンスターになっているぜ今。ちなみにこのトライアングルを作ったらなんかほぼ負けません、ブラックマジシャン。これができたらマジ最強です。魔導陣、魂で、ブラックマ竜騎士ブラックマジシャンっていうこの盤面ができるとマジで最強っていう、まあ、ちょっと対象に取れないモンスターが出てきちゃうと若干ね、きついっていうのはあるんですけど、対象に取れるカードであればもうひたすらにあとは対象に取って除外して、でマジックトラップカードは竜騎士ブラックマジシャンで守るというね、まあ、そういう、まあ、コンボですね。やべえ、開闢の騎士とかいう2000年代最強カード来た。はいはい、ああ強いねそれ、そのコンボ強いね。この宵闇と開闢をなんか除外した時に出てくるこの開闢のそのなんか除外時のマジック儀式マジックサーチとモンスターサーチめっちゃ強いですよね、まあ、ただねその除外する効果はもちろん永遠の魂の効果により、ブラックマジシャンは何の効果も受けないのだよ。残念でしたね。このコンボがね決まると本当に相手結構やることなくなるんだよね。まあ一応、戦闘でブラックマジシャンを突破する、竜騎士ブラックマジシャンを突破するっていう方法は一応あるんですけど、ただ竜騎士ブラックマジシャン、ティマイオスのマナコで正規融合召喚してますんで、これ墓地でもブラックマジシャンとして扱うため、永遠の魂でよみがえってきますからね。竜騎士ブラックマジシャンはかなりねやばいですよこれ。はっきり言ってこの盤面を作ったらもうほぼ負けたことないね。さあなんか何らかの儀式モンスターと儀式魔法をなんかいっぱいサーチして儀式しようとしてくるが、結局そんなことをしたところで私の竜騎士ブラックマジシャン無敵だということを思い知らせて差し上げましょう。儀式モンスターどこ行った？おっとリンク数伸ばしてくるな。トロイメアユニコーンいいだろう。トロイメアユニコーンの効果を発動していく。そしてトロイメアユニコーンの効果により、これ大丈夫かってか、これ対象取れるの今竜騎士ブラックマジシャンしかいないけど、竜騎士ブラックマジシャンしか対象取れないけど、竜騎士ブラックマジシャンは効果を受けないっていう、だからやばすぎるねことが起きてるんですよ。これ積んでます相手。はいはい、で、永遠の魂の効果を発動。永遠の魂の効果によって俺はブラックマジシャンを特殊召喚するという効果を選択。そして墓地より蘇るブラックマジシャン。そしてブラックマジシャンが特殊召喚に成功した場合、黒の魔導陣の効果発動。黒の魔導陣の効果により相手フィールドのモンスター一体を選択しゲームから除外していく。来いマジシャンオブカオス。きたー、きたこれ、きたこれ。手札より儀式魔法黒魔術の秘技を発動。黒魔術の秘技によりレベルの合計がブラックマジシャンと同じになるように、ブラックマジシャンをリリースし、ブラックマジシャンを儀式召喚していく。現れよブラックマジシャン。何回ブラックマジシャンって言うんだこいつ。湯気ブラックマジシャンが儀式召喚に成功した場合、黒の魔導陣の効果発動。黒の魔導陣の効果により相手フィールドのカオスフィールドを除外。そしてこのバトルフェイズに移行するぜ。バトルフェイズいけ。ブラックマジシャンでダイレクトアタック。さらに竜騎士ブラックマジシャンでダイレクトアタック。そしてまだ俺のバトルフェーズは終了しないぜ。永遠の魂の効果を発動。永遠の魂の効果により墓地で存在するブラックマジシャンを特殊召喚。見よこの史上最強ブラックマジシャン盤面、行けブラックマジック。我が名はアテム。このデッキ神デッキやな。イグナイトドラグノフ、当てたー。ソリティア長そう。イグナイト2枚からイゾルで経由するルートって本当に何でもできますよね。なんかエグゾディアとか、まあなんだ制圧盤面とかワンキルとか、なんか本当にギミックすごいなと、やっぱ現代遊戯王ってすごいなということを実感している。
エクスパラディン、これだってイグライドいるときはエクスパラディン1枚でいいからね。なんだろうね、すげえ盤面だなおい。何すんだこれ。あ、え、何これ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 、え、わからんわからんわからん。創生神ティエラ、誰やお前何これ。お互いの手札フィールド墓地のカードを呼ぶ、エクサデッキをお願いします。人生モンスター全部デッキで戻して、すごすごいモンスターだな。なんか全部戻ったぞ、やばい。これデッキトップ勝負ってこと、運命力対決ってことなるほど、ブラックマジシャンってカード1枚だと何もできないって知ってる、まあ、魔導陣めくれてなんかなんかなんか起きればギリあるけど、ちょ待って、やばい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 、死ぬ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 、助けてくれ助けてくれ、まずい、非常にまずい、頼むなんか奇跡起きてくれ、奇跡的なカードを引くしかねえ、奇跡のカードを引くしかねえ。メイン2エンド OK、 なんかやば、強いカード来い、魔導陣なんか来い、ドロー、しもべ、しもべ、しもべ1あるよ、しもべ1あるね、しもべ1ある。ですね、しもべ1あります。ですね、ちょっと待ってですね、まずはマジシャンズソウルズの効果を外します。マジシャンズソウルズの効果により墓地でブラックマジシャンを落としながらこのモンスターを墓地に送ることによってブラックマジシャンを特殊召喚するとかいう最強効果、これにより現れろブラックマジシャン。そしてブラックマジシャンが特殊召喚に成功し、さらに俺は一旦こいつ殴ろう、ブラックマジック、よし、これで魂のしもべを発動し、魂のしもべの効果により人かけ魔導陣これ人かけ魔導、あ、ロットで見るか、ロットで見るか、まずこれで杖トップを置いて、そして魂のしもべの効果を発動するぜ。メイン2、魂のしもべの効果によりこのカードをゲームから除外し、ブラックマジシャンの数だけカードを1枚ドロー、そしてマジシャンズロットを召喚、マジシャンズロットの効果発動、マジシャンズロットの効果により俺はデッキトップに黒の魔導陣を置かせてもらうぜ。そして手でありマジックカード黒の魔導陣を発動、来い、よ、来た来た来た、これがブラックマジシャンだ。手札1枚からカードを4枚にできる、これがブラックマジシャンのパワー。そして俺はマジシャンズロットとブラックマジシャン2体でリンク召喚、現れろ、見習いましょう。そしてカードを1枚セットし、俺はターンを終了するぜ。さあお前のターンだ、創生神ティエラ光属性だから打点下がってるわ、よしいけるいける、これはいける勝つる、手札1枚から勝ち、よし、運命力で俺が勝っている。相手の攻撃宣言値、リバースカードオープン、 A の魂の効果発動、 A の魂の効果により手札墓地よりブラックマジシャンを特殊召喚する、現れろ俺のキルダにして最強のしもべブラックマジシャン。そしてブラックマジシャンが特殊召喚に成功した場合、黒の魔導陣の効果はチェーン1、そしてチェーン2マジシャンズロットの効果発動、マジシャンズロットの効果によりブラックマジシャンをリリースし、このモンスターを手札に回収する。さあお前の創生神ティエラには消えてもらうぜ。きたきたこれきたこれ、ブラックマジシャンマジなめんな、ドロー強い、俺はマジシャンズロットの前に一回やる魂のことだと永遠の魂の効果により俺はブラックマジシャンを特殊召喚するぜ。そして俺はマジシャンズロットを召喚、そしてマジシャンズロットの効果発動、マジシャンズロットの効果により
ブラックマジシャンと名前が記されているマジックトラップカードを1枚を手札に加えることができる。これにより指定の絆を手札に加えさせてもらうぜ。そして指定の絆発動、指定の絆の効果によりブラックマジシャンが存在する場合、ブラックマジシャンガールを特殊召喚し、ブラックマジシャンの必殺技系カードを1枚をデッキからセットすることができる。そして俺は手札よりマジックカードティーマイオスのマナコを発動。ティーマイオスのマナコの効果によりブラックマジシャンを一体で融合召喚とし、融合召喚現れろ龍騎士ブラックマジシャン。バトル、これが絶対運命力、手札1枚からでもいくらでも返していける、これが主人公デッキだ、ブラックマジック。やっぱブラマジデッキって神だな。